習志野市長の宮本大輔です。現在7月10日金曜日午後3時頃です。第61回目の発信となります。この動画は平日の火曜日と金曜日に発信しております。字幕が出る設定にもできます。はじめに市内在住者の感染状況についてです。前回発信いたしました7月7日から昨日までの3日間なんですけども、習志野市1例の発表がございました。習志野市での新規感染者の累計は19人となります。発表はすべて習志野保健所を設置している千葉県が行っております。保健所の所長は感染症対策のお医者さんでありまして、八千代市、鎌ケ谷市とともに管轄区域内を指導しております。大変ご不安な中でありますが、個人や事業者が自ら感染に関わっていることを公表する場合がありましても、保健所しかこのことを証明できません。かつ市民の安全に関する必要な指導は保健所が責任を持って行うことになっております。感染者への対応は人権擁護の観点と、感染の疑いがある人が発表を恐れて自身の症状を隠してしまうということに対して配慮が必要です。どうか感染者に対する必要な行動はすでに保健所が実施しているというふうにご理解いただき、習志野市へのお問い合わせはお控えいただくようお願い申し上げます。そして千葉県、そして東京都の直近1週間の人口10万人あたりの感染者数の推移をが参考にされておりますが、ヤフーなどでまとめた状況につきましては、まず千葉県につきましては7日が11人、8日が10人、9日が22人、昨日22人の発表があったんですね。合計この3日間だけで43人。東京都につきましては106人、75人、そして昨日が224人で、つい先ほど入った情報では今日が243人の発表になるということでございます。で、昨日までの1週間10万人あたりの1週間平均が千葉県がついに1を超えました。そして東京都については6.27 ということで跳ね上がりました。で、習志野市につきましてもですね、累計16人目から17人目になるまでに1ヶ月かかってたんです。ところが17人目から現在19人目になるまでに1週間しかかかっていません。1週間で2人感染者の発表があったということです。で、この傾向はですね、今まで見ているとこれから残念ながら習志野市の中でも増えていく、あるいは急に増えていくような傾向です。ですのであえて、習志野市内新規感染者急増中ということで、宣言させていただきます。くれぐれもですね、鼻と口をマスクする、そしてこまめな手洗い、そしていつも言っているように警戒心が解けるような行動はしない、大勢で会食をする、大勢でお酒を飲んで盛り上がる、そしてスポーツの観戦も含めて興奮して、いろんな人に飛沫を飛ばしてしまう、あるいは肩を組んで喜び合う、手をつないでしまう、一緒にダンスをしてしまう、そういうようなことはくれぐれもお控えください。これからしばらくが正念場となるような気がしております。続きまして、前回の動画で熊本県南部を中心として九州で豪雨災害が起きているというお話をいたしました。死者行方不明者がいずれも現時点でも増え続けている状況でございます。心から哀悼の誠を捧げますとともに、今被災されて生活が困難になっている方々、避難所に避難されている方々に対しまして心からお見舞いを申し上げます。なお習志野市といたしましても全国青年市長会を経由いたしまして物資の提供をいたしております。つい先日郵送で送らせていただいております。
そして募金活動につきましてもですね、千葉県赤十字社を通じて行わせていただいております。で、習志野市役所の中にはですね、このような形で募金箱を設置させていただいております。実はですね、この募金箱の数見ていただくと分かるように、世界でいうとバングラディシュあるいは中東人道危機で、国内で言いますと、熊本地震、そして、平成29年7月の大雨、そして、平成30年の西日本豪雨をはじめとする義援金、去年の台風19号の災害義援金、そして今回の熊本を中心といたします九州地区の豪雨災害の義援金等々ですね、これだけの義援金を今募集しているという状況です。世界中あるいは日本国内でさまざまな災害が起きております。どうか皆様のそれぞれのお気持ちを寄せていただければと思います。また銀行口座の方もですね、こういった形で今募金の方を受け付けております。これらすべて日本赤十字社の口座番号となります。ホームページ等でもご案内しておりますので、どうかよろしくお願いをいたします。続きまして定額給付金の進捗状況についてです。4月27日時点の習志野市すべての世帯主様宛に申請書をお送りしております。記載されて市役所に届いている申請書の状況ですけども、昨日までに 77,852 通が届いております。対象世帯数 81,094 世帯に対して 96%、 未申請の方は残り 4%、3242世帯の方のみになってきております。今からですと空いておりますので、どうか申請していただければと思います。銀行に送金処理をした件数につきましては、76,303世帯、167,499人分、申請に対しましては 98%、 対象世帯数に対しても 94% が送金済みでございます。そして振り込みが完了している件数につきましても 74,866 ということで、申請に対して 96%、 対象世帯数にしても 92% ということで、もう終盤に差し掛かっております。で、14日、15日、20日、この日程でそれぞれ400件以上、600件余り、400件ということで振り込みということになっていきます。で、8月の20日が申請期限、消印有効ということになっております。で、1回辞退された方でもですね、申請したいという方につきましては相談受けられますので、いずれにしてもいろんな相談につきましては、このコールセンターまでお寄せいただければというふうに思います。続きまして、本日は習志野市の大雨対策についてお知らせいたします。今全国的に大雨豪雨災害が頻発しております。で、どの地域も通年、例年雨が多く降る地域です。でにもかかわらずこういった災害が起きているということは、それだけ想定しきれないぐらいのとんでもない量の雨が降っているということです。習志野市も今までそういった大きな雨というのはないんですけども、それで可能性が少ないとは言い切れない、そんな時期になっています。ですので、ここで基本的なことについてお知らせしたいと思います。まず習志野市は小さな面積の中で、そして関東平野の一部でありまして、そして海岸線が近いということで、標高につきましては高いところでも30メートルです。東習志野8丁目一番北側ですけども、そこが30メートル、そして海岸線は0メートルということで、それだけの標高しかありませんが、
ちょうど国道14号線から北側にかけましてはですね、小刻みにこう波打っているような状況がございます。ですので多少凸凹しているそのへこんでいるところにですね、雨がたまりやすいというような傾向があります。でその中で習志野市には川が大きな川が流れておりませんので、実は氾濫する川が氾濫するということはありません。では何があるかというと内水氾濫です。で内水氾濫とは何かというと、簡単に言うとですね、降ってくる雨と排水の能力が追いつかない場合にそこで渋滞が発生します。でつまりはマンホールの中から水が湧き出てくるというふうなイメージです。そういうことが起きてきます。で、海岸線につきましては高潮ということがあります。高潮は、潮位が上がってしまうということなんですけども、その原因についてはこの時期でありますと南風、強い南風が吹いてくる、そして低気圧がある、気圧がかかっていないので水面が上がる、そしてそれに雨が重なると上流から流れてくる雨、そして吹き寄せられている海、そして気圧が低いということの中で、ちょうど海岸線がですね内陸にずれ込むというようなイメージを持ってください。そのことによってやはりマンホールとかですね、そういうところから排水困難になった水が渋滞するような形で溢れてくる、そういうようなイメージです。で、雨量につきましては習志野市、40ミリ、1時間に40ミリ以上の雨が降ると警戒しなければなりません。逆に言いますと40ミリ以下の雨では内水氾濫は起きません。で、最近ですとこの5年間の中では、数回しかありません。でただしですね、7月2日の朝にですね1時間は降り続かなかったんですけども10分間に13ミリ降ったという雨がありました。で10分間に13ミリですから、この雨が1時間続くとこれに6をかけますから1時間72ミリということになります。でこの10分間だけの13ミリで、ちょっと冠水が発生しております。冠水が発生いたしました。でこの部分につきましてはやはり、大きなまとまった雨が降ることによって排水が困難になることがやはりあるということで、最近の雨はですね局地的に、10分間の間にドバッと降る、あるいは20分の間にドバッと降るという雨がありますので、内水氾濫については起きないということではなくて起きることがあるというふうに思っていてください。でその中でですね、習志野市といたしまして、習志野市内水ハザードマップというものを作りました。検索すればすぐ出てきます。で QR コードもつけております。これをぜひお互いにスマートフォンで見せ合ったりするとすぐ出てくるんですけども、そこで出てくる地図につきましてがこちらになります。内水ハザードマップということでこのような形で全域に出ております。でこの内水ハザードマップの想定は、昭和50年10月5日に降った1時間あたり71ミリの雨、ということになりますから、まさに先ほど言った、10分間で13ミリの雨が60分間続いたということになります。でそういう意味で最近の豪雨の状況ともう思いがけない大量の雨が降るといった状況にかなり忠実に対応しているのではないかなと考えています。で詳細はどこの地域がどうということにつきましては詳細は省かせていただきますが、ぜひご自分でご確認いただきたいと思います。そしてさらにはですね、休憩車地に気をつけなければなりません。この休憩車地につきましては習志野市先ほど言ったように小刻みに波を打っているという地形の中で37箇所ございます。でこれをですね習志野市防災マップという形でこちらが現物になりますけども、こういう形で
まとめてございます。でこれにつきましては、全戸に配布しております。新しく入居されている方につきましては移動届を出す際、転入届の際にお渡しをしております。これもぜひ、ご確認ください。で、最悪な状態になりますと避難をしなければならないということになりますが、でこの避難という言葉を聞いて、最近全国的にですね、避難イコール避難所に行くというふうに結びつけている方が多いことが分かりました。でも皆さん字を見ていただければ分かりますが、避難は難から逃れるということだけを示しているわけであって、どこに行けとは言ってないんですね。でそういう中で言いますと、とにかく安全を保っていただくということで、皆さんにはまず、選択をしていただきたい。で習志野市の場合は確かに内水氾濫はあります。でただしじゃあそれがこう10メートルも20メートルもこう溜まるような大きな雨が降るのかということについては、それはほぼないというふうに思います。で、そういうことが起き得る場所というものはもう特定をしておりまして、そこの住民の方々につきましてはもう日頃からそういう対策をしています。でそういう中でですね、習志野市におきましては基本的には在宅避難をお勧めします。で、すなわち、1階から2階に避難する、あるいは、マンションであればマンションの高いところ、あるいは集会所に集まるとか、まあ、そういうようなことにもなるわけですけども、でそういう点におきましてはですね、ぜひ皆様には自宅を強くしていただきたいというふうに思います。最近国土強靭化ということで護岸を強くしたり、あるいは建物の強度を強くしたりなんていうことが言われておりますが、それをまさしく自宅に置き換えて、自宅を補強する、耐震の補強であったり、あるいは風が吹いてもパタパタしないように固定するだとか、そういうことも含めて補強、そして、自主防災組織が必ず町会自治会単位で、おそらくあろうかと思いますので、そういう補助金等を使って、備品を完備する、そういうようなことを積極的に行っていただきたいというふうに思います。でまとめますと、習志野市は内水氾濫のみです。内水氾濫とは水が渋滞して一時的に滞留することであって、ちょうど洗面台の水、勢いよく水を出すと溜まってくることがありますが、逆に言うと雨がピタッと止むとすぐに排水がジャーッとなっていくというような形になります。そういう面では排水口のゴミとかには気をつけなければいけません。で休憩者地が37箇所あります。それについては全戸配布のマップでお知らせをしております。避難所についても指定をしております。でその避難につきましては新型コロナウイルスも含めて基本的には在宅避難でお願いしますと。そのために自宅を強くしといてください。補強してください。そして自主防災組織等で備品を完備してください。こういうようなことでございます。本日のお知らせは以上となります。習志野市の感染予防対策、鼻と口をマスクする、そしてこまめに手を洗うこと、そしてそれに加えまして、習志野市の新しい生活習慣を次の4点にまとめております。1点目が非接触、触らない生活、そして2点目、両手を広げて常に適距離を保ちましょう。そして3点目、空いている時間と予約を活用してとにかく計画的に過ごしましょう。アプリもぜひ入れてください。ココア入れてください。そして非飛沫、向かい合わない習慣をつけましょう。以上のことを実践しましょう。今新型コロナウイルス猛威がまた再び起きているような気配です。ぜひ皆様におかれましては習志野の総力を挙げて移さないためにかからない、実践してください。